花を作ってもらいました。かわいい。金運が上がりそうだなと思って。あ、皆さんみかんのはどうですか？じゃーん。会話のきっかけにもなる素晴らしいアイテムです。こんにちは、佐藤しおりです。本日は私のバッグの中身をご紹介します。こちらはマルジェラさんのバッグで、普段割とちっちゃめのバッグを持つことが多いんですけれども、ちょっと今回は私にしては大きめのバッグです。この素材がとても私は気に入っていて、マルジェラさんって言ったらなんかもうちょっとツヤっぽいイメージなんですけれども、布系の生地ですごくカジュアルに持てるなと思って、そこがお気に入りです。中もねモコモコしているので、 iPad とかパソコンとかも入れても傷つかないよって店員さん言ってました。じゃあまず、はい、水筒です。最近もう本当に寒いじゃないですか。だから私でも持ち歩くようになりました。あったかいお茶とか白湯とか入ってます。早朝ロケとかが最近多くて、もうずっと体が温まらないので、これは必需品ですね。今はなんかピラティスの先生に教えてもらった緑色のパッケージで、中央におじさんが書いてあるウーロン茶飲んでます。シェイクスピア&カンパニーっていうこの袋は、去年家族旅行でパリに行った時にゲットしたもので、すごくお気に入りで使ってます。はい、こちら撮影前とかお風呂上がりとかに使っているんですけれども、私は主にこう頭をとか首筋とかをこうゴリゴリするとこうフェイスラインがピッて上がったりとか、お肌のツヤも出ると言われております。でピラティス中にも先生が足の側面だったり足首とかに使うと、私すごくもともと体が硬いんですけれども、これをチュ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 ってやると可動域が伸びるみたいな、剣山ローラーって別名言われてるぐらいなので、割と刺激はあります。でもそれがなんか効いてるんだなって思ってよく使っています。こちらはフィルムカメラです。コンタックスのカメラ、旅に行ったりお休みの日はちょっと車でお出かけすることが多いので、これをバシャバシャと撮って年に数回写真屋さんに出してます。お財布今年新調しました。ボッテガさんですね。金運が上がりそうだなと思って、ザ黄色っていうよりこうレモンイエローみたいな感じでこうカジュアルに持てるなと思って買いました。このちょっと大きめアミアミみたいなのがお気に入りです。ポーチ、じゃーん。こちら誰だと思いますか？うちの愛犬はなちゃんの刺繍がしてあるポーチです。これはなに似てるねとかじゃなくて、はなの写真を業者さんに送ってデータ化してくれて、はなを作ってもらいました。かわいい。なので皆さんの愛犬ちゃんとか愛猫さんの写真を送ればこのようにグッズになります。バッグとか T シャツとか帽子とかスウェットとかいろいろある中のポーチです。癒されてます撮影中。中身はじゃん、なんか私こういうの憧れなんですけど、あんまりやったことないから嬉しい。こちらプライムミストウォーターっていう化粧水みたいな、本当に優しいお水が入っているんですけれども、乾燥してる時とか飛行機の中でもすごく使える。割と粒子が見えるかな、あー細かい細かい。めちゃくちゃ細かい。サラッとつけられますし保湿もできて、なんか噂によるとこう殺菌効果もあるみたいなので、赤ちゃんでも使える優しいミストウォーターです。今ちょうど欲しかったカサカサだから、レマンエルメスクレームレマン、すごいレマンが最初と最後についてあるハンドクリームです。大きい方のサイズをもともと持ってたんですけれども、ちっちゃいサイズも発売されてて、これは持ち歩きに便利です。あーいい香り。すごくしっとりするんですけど、携帯とかパソコンとかも触ってもいいぐらい割と肌なじみが良くて、すぐさらっともちっとなります。香りは
ウッディな感じです。森林浴みたいな、すごくおしゃれな香りです。今塗っているリップ、こちらはナーズさんのアフターグローセンシュアルシャインリップスティック。これ自分にもすごく嬉しいけど、プレゼントにもいいなと思いました。ちょっとローズウッド系の色なのかなと思います。いろんなメイクに合うと思います。もうベースしか今日しなくていいやって時でも、このリップを塗れば顔全体のトーンが明るくなる気がして、とてもお気に入りです。アイノキさんのフォレストフィールシアーリキッド。普段のメイクはそんなに色を足さないので、ちょっとした日光に当たってさらっとキラキラするなぐらいのきらめきが欲しくて、これはすごく自然でとっても可愛らしいきらめき。見えない見えますか？少量でもちょっと伸ばすと、ツヤツヤキラキラってなる。これリップバーム、イエーイエルメスさんのリップバームです。持ってるだけなんかすごいおしゃれなんじゃないかな自分って思える、このお守りリップ、じゃーんこれはですね、チョコレートプラネットの松尾さんっていう方なんですけれども、この方可愛いんだよ。これお薬飲まなかったらこうなるよって言って、松尾さんの可愛いボディが書かれているピルケースですね面白いだけじゃなくてすごく便利で、撮影中アクセサリーを島のどこにしようかなってなくしちゃうから思うんですけど、こっちは小分けになっていて、裏はもう平たいやつで、バッグにもつけられるっていうチェーンがついてるからめちゃくちゃお気に入りですし、いろんな現場で突っ込んでもらえて、会話のきっかけにもなる素晴らしいアイテムです。かわいい。これもエルメスさんですね。あ、ほらみんなこれ今流行ってるじゃないですか、じゃーん、飲むエルメスと言われている。これも松尾さんにいただいたのがきっかけで、自分でも買うようになりました。大事な日に飲むことが多いですね。こう収録とか撮影がもう 3,4 本あって、もうラスト1本もうちょっと元気くださいみたいな時に飲んだり、次の日大事な撮影だなっていう日の前日の夜とかに飲んで、ビタミンをいただき元気をもらっています。こちらアスレティアのスイッチングアロマルームミスト、大きなサイズが販売されている時はおうち用で使ってたんですけど、去年ぐらいにこの小さいサイズも発売されてからは持ち歩いて楽屋でシュッシュッシュッって気分転換にやったりとかしてますはい、あ、すごく森林っぽい緑の中に、あーいるぞっていう香りなので、ちょっと切り替えたいなとか、ホテルとかでもいいと思います。私メモしたり手紙を書くのが好きなので、こういうメモ帳とかお手紙を持ってるんですけど、これ見てください。笑ってこらえてように作っていただいた添え踏み踏み線、笑ってこらえて仕様です。あー、かわいいところさんと私がここに描かれていて、私も数量限定でいただいたものなので、すごい大事な時に使っております。あ、皆さん、みかんのはどうですか愛媛の友人から送っていただきました。めちゃくちゃ美味しいみかんです。アイバンのちょっとゴールドの縁のメガネかな、メガネメガネしてなくて、こうちょっとアイメイクの延長みたいに使えるメガネなので、これはよくかけています。あとまあメモ帳だったり筆箱だったりっていうのは、これは常に入っているもので、これ先日チョコプラさんのチョコフェスっていうフェスに私行ってきてゲットしました。このこうわーって降ってくるやつ、このバッグで行ったんですね可愛いこと書いてある、絶対に気をつけて帰ってくれよなとか、チョコフェスありがとなって2人からのメッセージが。携帯電話 iPhone 使っております。今日も一日満ちっていきましょうと、やることいっぱいっていうステッカーが入っています。これ香美健さんとトゥデイフルっていうブランドさんのコラボのステッカーで、いい言葉だなって、今日も充実していきましょうも素敵な言葉だけど、なんか満ちってっていう言い方、表現の仕方素敵だなって。でこのゆるい文字にいつも癒されております。こちらの見て、ストラップはこじこじのキャラクターの中にトミーっていうキャラクターがいるんですけど、私の親友の好きなキャラクターで、この前一緒に
カプセルトイ広場みたいなところに行って、もうどうしてもこれが欲しいって言うから、じゃあやってみようって言ったら一発で出た。これ、ね、存在感が強いので、こういういっぱいごちゃごちゃしてるバッグでもこうトミーを探せば携帯がすぐに見つかるという素晴らしいストラップです。はい、というわけで以上になります。バイラ本誌もぜひ見てください。バイバーイ。